柱稽古編、無限上編は一体放送ができるのでしょうか。さあ本日は鬼滅の刃柱稽古編が放送中止になってしまう可能性についてお話ししたいなというふうに思っております。まず最近ね、本当に公式からの情報が出ておりません。アニメ以外の情報っていうのは出ているんですけども、アニメの情報が全く出ておりません。これ正直なところかなり不安なんですよね。柱稽古編のアニメ化 PV が公開されたのが2023年の6月の18日、そして現在はですね10月ということで4ヶ月間ね続報が全くない状態になります。いやこれちょっと遅すぎますよね。またですね、鬼滅関連のイベントっていうのもそこまで目処が立っているわけではないので、この先どこで解禁されるのか明らかではないんですよ。つまり明瞭ではないんですよね。はい。ちなみに、刀鍛冶の里編の時はアニメ化決定から約2ヶ月で新予告 PV っていうのが出ております。特に柱稽古編っていうのは長い編ではないので、そう考えると、まあ、本当に情報が遅すぎるのではないかなと思っております。またですね、今年はアニメ4周年なのですが、4周年のイベントっていうのが開催されておりません。開催されずに今年が終わりそうです。鬼滅の刃の宴も無限列車編も遊郭編も行われていきましたが、なぜか刀鍛冶の里編が行われておりません。いやなんででしょうかね。これは本当に悲しいです。さらにオーケストライベントなど楽曲関連のイベントっていうのも、まあ、行われていないんですよね。いや去年は遊郭編と、まあ、オーケストライベントが行われていきましたが、まあ、今年刀鍛冶の里編のオーケストライベントが、まあ、開催できそうなんですが、それすらも行われていません。もちろん民間企業とのコラボイベントっていうのはたくさん行われておりますと、まあそれはね、毎年のようにでも同じように行われているので、まあ変わらず変化がないなっていう感じでございますね。まあそれは本当に嬉しいことではあるんですけどね。これらのことから鬼滅の刃の公式イベントがほとんど開催されていないことが明らかとなっております。刀鍛冶の里編の放送以来、今年はなぜか鬼滅の刃のアニメ公式がシーンとですね、沈黙しているんですよね。そのような状態が4ヶ月ほど続いております。またですね、今月来月の解禁の目処も立っていないため、半年以上の沈黙が続く可能性すらもあるんですよね。いやこれはちょっとね遅すぎるというか、いや正直僕は不安なんですよね。いやもしかしたら鬼滅の刃柱稽古編以降の物語がしっかりと制作されないのではないかと、放送延期だったりとか放送中止になってしまう可能性すらもあるのではないかなと考えております。そう、さらにアニメ化 PV の方には何年放送とはね一切記載されていないんですよね。そう考えると不安っていうのがまあ増していくんですよね。毎週のように僕のコメント欄の方には鬼滅の刃の情報が出なさすぎて、このままでは熱が冷めてしまうよと、アニメの情報が遅すぎるよというコメントがね書かれております。僕も同じようなことを思っております。せめて何か情報をくれよというふうに思っております。でそしてこのチャンネルでは
毎週鬼滅関連の動画をアップしていますが、4ヶ月間音沙汰がない中、自分でもよく頑張っていると思っております。正直ね、最新情報らしい情報っていうのはお届けできていないんですよね。しかし鬼滅の刃を楽しみに待っていただけてる方に少しでもいい情報を届けたいという思いで発信しております。なんとか頼みますよと、公式さん、何か続報に関するお知らせをくださいというふうにね、この動画では言いたいです。このままでは制作が本当に行われているのか不安で仕方ありませんと、頼みますよ公式さんと。さあ、そしてね、現在情報が解禁されていないのには2つのパターンが存在すると思っておりまして、1つ目が制作に時間がかかっていたり苦戦しているから情報が出せないというパターンですね。これはまあだいぶ考えうるパターンだなと思いますね。正直悲しいんだけども、まあ、これはかなりありそうですね。さあ、そして二つ目が、毎年のようにサプライズを用意しているためすぐには情報が出せないというパターンですね。さあ、まあちなみに、まあ俺はね、まあこのパターンだと信じているんですけどもね。はい。今年または来年のどこかでドドンととんでもない情報、そして盛り上がるイベントが出てくるんじゃないかなと、まあ信じているわけなんですよね。鬼滅祭アニメ4周年イベントに代わるでかいイベントが出てくるんじゃないかなと思いますね。そして公式さんからのサプライズ待っております。皆さんはね、続報が出ない理由、そしてイベントが開催されない理由、どうお考えでしょうか。放送延期だったりとか、放送中止になってしまう可能性っていうのはゼロではありません。まあ、全然可能性はあるでしょう。しかしですね、打って変わって前向きで嬉しいお知らせっていうのも、まあ、ございますと、まあ、それをね、近々再びこのチャンネルでお届けしたいなというふうに思っておりますので、そちらの動画もね、ぜひとも楽しみにしていただけると嬉しいです。さあ、高評価とチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。さあ、最近ね、マジで公式さんからの情報が出ないよなーっていうね、動画でした。はい、ということで、10月ついに情報は出るのでしょうか。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。